さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマーでございます。さあ、有吉弘行でございますけども、平子戻ってまいりました。はい、すいません、先週は。お休みよろしくお願いいたします。で、すすき。はい、こんにちは。今日は何飲みながらやってますか？今日は一杯目、トリスハイボールで、行かせていただいてますね。素晴らしいですね。もう遠慮がない。ぐいぐい炭酸の音が入ってますね。いいですね。マイクの性能もいいですからね。美味しいですよね。CM じゃないんだけど。ラジオ CM みたいな、いい、強烈にいい音してたけどね。いいですね。最高でございますけども、ね。なんか、何これ。なんか低気圧なの？なんか、まあ梅雨なんだけどさ。はい、低気圧なの？なんか昔全然気にしたことなかったんだけどさ、はい、周りがみんな言うじゃん、なんか、はいはいはい、テレビ見てても女性の人とかさ、はい、おじさんとかもさ、だけどさ、低気圧で体だるいみたいな。はい、頭が、こめかみ痛いとか。痛いとかね。はい、あるあれ、女の人は、まあ、昔からなんかよく聞く話だったけどさ。僕今年から。ある、来た後に。まさに。こめかみてえなぁ、なんかどんより重いなぁと思ったら、で、ツイッターで検索してみたんですよ。俺だけかなと思って。だ、こめかみ痛い、どんよりするなぁって、それみんな、低気圧だって。それかぁと思って。やっぱりそうなのかなぁ。はい。年とともになんですかね。全然わかんないなぁ。ない、まだない。何にもわかんないですね。ああ、基本的にお前二日酔いだからだろ、だから別に低気圧もなるよ、ね。そう、毎日気持ち悪いですもんね。いや、なんか俺もそう、まあみんなが言うしさ、はいはいはい、世間的に今ほら、もうそういうのも認められてきたじゃん。うん、昔は何言ってんだ、うん、低気圧なわけねえだろうなんて怒られてたけどさ。もうそういうのも OK になってるからさ、うん、俺もなんかやっぱなんかだるい、何か思い込みでさ繊細なふりしてるだけですよ、ね、あ、道理でなみたいな。違いますよ、違いますよ、平川も頭痛いのよ実際。僕はこめかみがやっぱ痛くなったんで、片頭痛みたいになってくる。はい、そんなことなかったんですけど今までは。じゃあそうなんだろうな、でもな、なんかちょっとなんか今日もなんかめちゃめちゃ眠いんだよな。いや多分眠れ関係ないサイクルが下手くそなだけじゃないですか。ひどいね。もっと気遣ってほしいよ。女子感が欲しいんですか。女子感欲しいのかな。僕はちょっと嬉しかったですけどね。低気圧で。あ、この感じか。あ、そうなんだよな。なんなんだろう。だるいんだよ。うん、うん、うん。お前らもみんなだるそうじゃん。このラジオもさ、はい、もう1時間前に入るのもうやめたら、何、30分前でいいよ。うん、ああ。だって、こ、一時間前に入ってさ、うん、もうそれで削られてるだろ、体力。いや、もう、でもなんかもう、うん、ね、そのサイクル好きになっちゃいましたけどね。あ、まあなんとなく慣れて、平子なんかベテランだから。はい。もう7時半でいいからな、入るの。いやー、二時間前ぐらいに入りたいですね。2時間前、私はマジで。はい。落ち着きたい。鈴木みゆきのオールナイト日本だったらさ、それはな、二時間前入ってそれは。いや、ちょっと落ち着かしたいですね。これだってお前来たってお前そこ、トリスハイボールにしようかしら、イーチキにしようかしらって、悩んでるだけのお前2時間いらないだろ ?30 分前でいいだろ、バシッと。そう、まあでもちょっと落ち着きたいですね、そのまだ緊張があるんで。まあ好きな時間に来りゃいいって、もう俺なんかもうそういう、自分が社長だったらそんなもん、もう出社時間自由。の、飲み始めるのも自由。ある程度自分の仕事やってくれたらそうしてくださいっていう。ああ、ちょっと外資系の雰囲気ですね。ちょっとグーグルみたい。言うね、いや、本当に俺のことグーグル。そうですね。なんかオープンスペースで。あ、そうです、そうです。決まった席が決まってない感じですか。そうそうそう。キッズルームとか。福利厚生が分厚くてね。猫がいるスペース。猫がいるスペース。そこで打ち合わせなんかしちゃって、ね。そう。上にバーもありますからな。うわ、素敵だな。うるせえんだよ。Release so much stress. Now a variety program. さあ、こんばんは。太田プロの真珠、広島県で怪談師、軍人6歳、有吉弘行でございます。東京半蔵門から生放送、サンデーナイトドリーム、アシスタント、改めてこちら。はい、アルコ&ピース、平子祐希です。ナゴン、鈴木みゆきです。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。なんだよ、どうしたの？
腰振り明星は何が、なんか揉めたのか。腰振り明星、腰振りではない。聖夜は、精神が。腰振り明星の精神は、どうしたんだ。精神ではないです。腰振り明星の精神だと。なんか揉めてんの。もう、会ったこと全部知ってる感じなんです。腰振り明星の精神だと。腰振らない明星の方もいるじゃん。腰振らない明星の方のほらあるじゃん。デカチン、デカチンもいるじゃん。デカチン、あ、かぶり側ですね。かぶり側。なんですか、かわいそうにな。どうしたんだ。まあ、ん、うん、ズームで腰振っちゃったんですかね。何が悪いの？何か悪いことあったの？いや、うん、悪いんだろ。悪いでは、なんかね、やっぱそれをなんかあの雑誌側に売った女性の方も、まあ、どうなんだろうと、お互いの意見がね、合ってないですよね。なんかさ、俺もなんかまたフライデーかなんかにさ、はいはい、コンビニで買い物してるとこ撮られてさ、何回目なの？一ヶ月してほしいよ。何が嫌かってさ、はい、ああいうやつがいつもいるんだって思う気持ち悪さね。ストーカーでしょ？常にだから貼られてるってことですからね。レモン買ったって感じ。何とかなんないのあれ？レモン買ってたんだ。だからどうなんですかね。本来だったら厳密に言うとダメはダメですよね。そうなんだよ。芸能人側がそういうのをあの、うん、訴えたところで お金だったり時間だったり取られて、うん、あとは印象の部分も今まで良くないから。うんそのまま流れてしまったってことですよね。あと言うのよ、知る権利だって。なんで俺がレモン買ったかどうか誰が知りたいんだよ。レモン買ったかどうか。ああいういつもさ、ああいう人が、ま、いてさ、コンビニについてきてさ、俺がレモン買ってるの見てると思うだけでめちゃめちゃ精神的にさ気持ち悪いじゃん。本当ですね。買うもんもちょっと選んじゃいそうですよね。しこれないよ本当に。コンビニではしこれない。そうだよ、そうですよね。うかつにしこれないじゃん、ね、だって。確かに。何が悪いの？俺コンビニでしこっていいんだろ別に。コンビニではダメですよ。コンビニではダメですよ。ズーム上ではね。ズーム上でしこって、ズーム上は多分いけないんだよね。そうですね。なんか規約はおそらくあって、でもまあまあ、それね、規約ないところで公じゃない場所でならしこるのは自由ですから、ね、いいんだよ。だから俺がだから LINE やってて店、うん、まあちょっと一回 CM 入ります。Stay Night Dreamer Live On Air Stay Night Dreamer Live On AirSunday Night Dreamer。 さあ、東京半蔵門から生放送サンデーナイトドリーマー、私有吉でございます。アシスタント、はい、アルコ&ピース平子と納言の鈴木みゆきです。生放送ですからメール募集していきましょうかね、はい、あ、今日父の日ですか、うん、あ、父の日だったんだ。じゃあテーマこちら、父親の話、うん、お父さんにまつわることであれば何でも OK ですね。どんなお父さん、こんなお父さん、嫌い、好きね、お父さんとの思い出、理想の父親誰ですとかね、何でもいいですよ、うん、はい、うん、平子は、はい、でも悲しいことに、まあ、父の日って忘れやすいよな、うん、母の日に比べてな。そうですね、カーネーションみたいな分かりやすいアイコンがないですし、ね、世間が盛り上がってないんだよな。まあ俺は親父は死んでるからな、まあ、そうですね、亡くなってしまう。俺の場合はゾンビの日になるんだけど、ゾンビの日も前もゾンビの日。父が塗装じゃないでしょ。焼いたでしょちゃんと。美味しく焼きました。いや美味しく焼けない。食べちゃダメなんですよ。埋めなきゃいけないやつですからね。怖いな。怖い。アイスラーマに食べちゃった。なる、すっかどうするの？やった、なんかお父さんに。お父さんに、でも、あの、6月が誕生日だったもんで、うん、そう、それになるとごっちゃになるじゃないですか。もう焼酎、いい焼酎やりましたよ。お父さんも酒飲みか。とんでもなく。あ、そう、はい、もう悪い悪い酒癖が。あ、酒癖悪い方？はい。すっごいおでこから血流しながら帰ってきたりとかが。そうか。ありましたね、ちっちゃい時。もうじゃあ飲酒運転ばっかりだ。そう。そうじゃないね。やってないよ。そこはやってないって言わない。田舎ですから。いい加減しないとね、こんなご時世。嘘でも怒られる時代だけどね。ダメです。平子なんかしょうがないの、子供たちに。
僕は、まあ、毎年、まあ、今日は会ってないですけど、お手紙はいただきますね。ああ、手紙と落書きと。もう、はい。あれいらないだろう。あれは一番いるんですよ。あれでいいんです。あれがいいんです。ほんと。保存期間何年って決まってるの？あれ決まってる。ちゃんと後ろに何年、何月何日、誰々が書いたパパとか書いて、ちゃんと保存するか、まあ、壁に飾ったりとか。目処はどれぐらい？まあ、目処ねえから目処とか。永久保存。税金7年は保管してなさい。ないですから。永久保存。ずっと永久保存です。永久保存。僕が死んだ後も、ああ、これパパに描いた絵なんだなって分かってもらうためにちゃんと保存、きちんとしたいですね。はい、ああ、偉いね。いや、そうですね。一番場所食うだろう、ああいうのが。場所は食わない、一番食わないですね。薄いんで。ひでえな。それだけのためのスペースも僕ありますから。作ってもいいぐらい。はい。冗談じゃないですよ。ああ、そう。はい。じゃあやってくれるんだな。うん。子供たち。嬉しいわな、それな。一番嬉しいですね。そうか。送ってください、そういうの、お父さんの話ね。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます。はい、そうか。だからしこりの話だけどさ、はいはい、しこりの話、俺がさ、はい、例えば携帯で俺がしこってる映像を撮ってさ、平子に送ったらこれ、うん、これはいいんだろいい、まあいい、いい、平子が嫌じゃなければ、うん、僕が嫌じゃなければいいですよね、別にね。平子が、ね、いわいや有吉不快だなと思ったらそれはどっかに売ればいいんだろ。売っちゃえばいいんですもんね。そうか、じゃああんまり送る方が損だな。そうですね、それ見てよ、まあ、喜ばれるかどうかっていう判断はね、喜んでもでも売るんじゃない、喜んで楽しんだ後に売りそうじゃん、開くって。二度楽しむ。10回ぐらい利用した後に、どうせ、ね、ここまで満喫したものがさらに金に変わるっていうね。ケンさん、これ裏ビデオ売ってますよ、あの店みたいな。自分散々買っといて。そう、だからじゃあ送らない方がいいのか。なるべくだったら目の前でが一番いいんじゃないですかね、しこるのは。すすきはどう？送られてくるの嫌？送らないだろ、女の子はあんまり送ろうと思わないだろ。送れって言われたら送っちゃいますけどね。送れって言われたら送っちゃう、やっぱりあの好きな人に。だけどその人がだってあれだったらそれ、それこそあの雑誌に あこれ納言のすすきだみたいな、うん、いやでもその信頼してる人に送るからな、うん、でもそんなことするわけないと思っちゃいますもんね。だからでもみんなだって大体そ そうだろ、うん、だからそうでしょ、まあね、だそこでほら中がこじれてみたいなリベンジポルノみたいになっちゃうわけじゃない、うんうん、だから、うん、やっぱ送んな方がいいんじゃない。送りたい、うん、送らせてしこりたい、お願い、しこりたい、しこらせてくれよ、しこらせてくれよ、それは勝手にやればいいことだよ、しこらせて送らせてくれよ。そもそもしこりっていうのはさ、はい、別に勝手にやるもんだからいいんだけどな、まあまあね、送るっても言うのが送られたいっていう気持ちはあるよ。はいはいはい、もちろん、へ、ね、もちろんそうです。どんどん送られてきたいなと思う、うんうん、おうだけど送りたいっていう気持ちは全然ないんだよね。でもその私ツイッターの DM とかにもう今開放してないんですけど、一時期全然チンチンの画像とかすっごいいっぱい来ましたよ、うんうん、見せたい願望なんでしょうね。向こうから来るんだったら我々も DM 開放したいぐらいですよね。そうだよな、あなるほど、逆はないからね。それだから、はい今ね完全に完全なる不謹慎発言がありましたね。まあまあなんていうんですかね、うん、これはお詫びをしときましょう。謝罪と訂正、はい、めめこという発言がありましたね。ちっちゃく言っちゃう、すぐ言っちゃうな。まあ、お米に近い言葉がありましたか。嘘ですね、嘘ですからね。なんだ、まあ、嘘だから嘘焦るじゃないかよお前。嘘嘘だよな。嘘今後注意だな。まあ散々チンコって言っといてっていう話なんで、そうですよね、しこったっていう話しといて何が不謹慎なんだよ。なんで2人ともドキッとしてなんでそこだけ敏感なんだよ。話ありますけどね。まああとでね、あのトナキさんに謝ってくれ。何言ってんだよ。ニュースを読まなきゃいけない。何でトナキさんが謝んなきゃいけない。だからそうだから、いや
あの DM とかで送られてくるのってさ、顔が入ってるかどうかっていうのあるんだよね。だから顔入らずさ、ただチンコだけさ、はい、あ、すいません、いやいや、チンコ、まあまあ、いいんじゃないですか、大丈夫じゃないですか、チンコいいですか、はい、あのチンコをさ、だけ写して、俺もね、だからそれは、はい、有吉と分からずに、はい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 、おちんちんだけ、うん、その撮ってさ局部を、うんうんうん、それでその誰がいいかね、じゃあ広瀬アリスちゃんにさ、うんうん、送りつけるっていうのは興奮するわ。はい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 、はい、な、そうですよね。なるほど、あ、これ見るのかと思うと、うん、見たのかな、うん、なんて思う変態的なおじさんたちがいるってことは、うん、なんか感覚としては分かる、はいね、うん、だけど顔を晒してね、俺が、あり、はい、あ、すいません、広瀬アリスさん、どうも、はじめまして、あの、タレントやってるアリスですけど、ちょっと今から、オナニーして映像を DM で送りますんで、ちょっとご覧ください。それでは、どうぞ。っていうさ、それはさ、あまりにも、危険すぎるよな。危険ですね。そこまでやってくれると、企画かなって思うところもね。TBS 藤井さんの藤井さんの企画かな。調べるかな。だからなかなか怖いなと思うけどな。確かに、まあ、どうなんだろうなと思ってな。まあだからズームで、まあ本来はいけないんだろうけど、うんうんうん、こう二人でやってる、うん、まあなんていうの、スカイプとかみたいな感じで、そうですね、はい、ね、そこで興奮しちゃってってことでしょ。うん、ビデオ電話みたいなもんですもんね。ウエストランドの井口もそうだろ。ああそうだ、チンチンをね、なんか DM のやり取りで、うん、あれは私の裸見せるから、その代わり井口くんもチンチン見せてくださいっていう、ね、そんな感じでしたね、うん、興奮してきちゃった、うん、僕もだよ、送ったら公開されちゃった。それはもう完全に騙されたんだね、あれはね。完全ですね、だからせいやもなんか、だからいやそんなこと違います、うん、話がちょっと違うと、うん、吉本が訴える、はい、訴えないって言ってたから、はいはい、色々まあ揉めてんだろうけど、うん、まあそこはどうでもいいんだけどさ、うん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 、だからいやリスクをってどう、そうしたいんだっていうさ、そこまでしてもしこりたい、しこりたいんだな、強い気持ちがあるのかもしれない、ね、まあしょうがないよな、それはまあ男女間のことだからな、お互いが気持ちよければいいんだけど、うんうんうん、そう平子と俺ではありえないよな、でもな、あ、しこりのお互い動画のやり取りですか、はい、ちょっとお前しこってる感じ見せてくれよ、いやそういう関係も当然あるんだよ、はいはいはい、あるけどもちろんもちろん、今の俺の、はい、お前は奥さんが好きで、はい、俺は別にあの男が好きじゃなくて、はい、女性が好きな2人がやってみようぜっつって、はい、やって、はい、興奮していくことあんのかなと思って、でもな、思うところはゼロじゃないかもしんないですね。ひょっとしたらなんか、ね、うん、あれ、うん、だからダメなことしてるっていう感じが、そうなんだよな、あ、これはダメなことしてる絶対酒井には言えないなっていうな、そう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 、ダメすぎる、感じがあるかもな、そのうちどっかでもしかすると優越感を感じたりとかね、人間って、お、琵琶湖先に行きやがったって言われて恥ずかしくなったりねいやだから何があるか分かんないだよ、うんうんうん、いつ誰がどの扉開けてくるか分かんないんだよ、確かに、だからまあ楽しいしな、うん、ダメなことにも走っちゃう人もいるし、だからそういうことでせいやがなんだよ変なやつだなと思うのもおかしいしな、うん、そうですね、気持ちも分かってあげる、うん、しと思うしな、雑誌吸った人も売ってる人も販売してる人もみんなしこってますからね、そうなんだよな、うん、何でもかんでも批判って、まあ批判されているのかどうか知らないんだけどさ、うんうん、どうススキは何に関してですか？ん、なんか見せたい、まあ見せたいんだもんな。はい。平子が言ってきたらどう？うわあ、平子さんが言ってきたらか。ちょっと今日、うん、奥さんに内緒でちょっと DM 送ってくれよ。うん、LINE 知ってんのに、うん、DM ですか？まあ、LINE でもいい。LINE いいですか？いや、LINE はだってほら消せよって言われちゃう。あ、そっか。いや、送っちゃな。送っちゃ？送っちゃ。でだよ。平子さんは送っちゃいます。平子はいいの。はい、あ、俺その後説教ですよ。うん。何をやってんだと。試したんだと。散々見た後で。すごいな。Stay Night Dreamer Live on air。
さあ、メールテーマはね、父親の話ということでございますけどもね、はい、ラジオネームやらかしいた。有吉社長の会社で働きたいです。どうすれば入れてくれますか。いや、それはさ、自由だからっていう目的だけだろ。才能ないのに自由求める。才能ないやつなんてマジで拷問扱いだぞお前。1日20時間労働だお前。穴掘って終わりだぞお前みたいなもん。いや、ちゃんとしてるやつらには自由にやらしてやるよっつって言うだけで、ね、あの会社楽なんで入りたいですってやつにはもう20時間労働だお前。そういうやつも多いでしょうしね。ラジオね、大短い速 FMC が有吉 CEO、 この会社のモットーを教えてください。モットーはないよ、別に。自分の仕事しっかりやりましょうっていうことですよね。意外とベーシックだった。安心できますよね。できるでしょ。はい。まあ、こういうのは世良社長ね。世良社長まだやってんの？もうやってないですよ。やってないの？もうやってないです。あ、そうなの？はい。もうだいぶ前に1月ぐらいか。なんか有吉ベースやってる時って大体ネタパレやってんだよね、はい、名丸さんのやつ。そうです、そうです。だからメンバーずらっと見てさ、はい、だから最近ベースいけるんです。あ、そうかそうか、ね、ちょうどいいのか、うん、だからあれ見てると、また広くいんの、また坂いるの、今コンビで出てますね、うん、この間の、だからその収録してる時間に俺他の場所歩いてたらモニターで流れてて、二人がコントしてるの、はい、流れてた、はい、坂井がなんかおじいさんの、はいはいはい、やってますやってます、うん、今はモニターで流れんの嫌だよな。そうです ね、 ですね。誰でも見れるモニターのところやな、はい、誰も笑ってねえよなんだろうな。今なんか特に観覧が入ってないんで、うん、はい、な、笑い声ないやつをみんなに、収録だからね、あれ、うん、みんなが見れんのあれやめとしような。そうですね、曲中に流れますもんね、廊下に大きい。俺だからマツコさんとやってる番組、はいはいはい、あれ絶対他で流さないでくれっつってね、もうスタジオの中だけにしてくれっつって。あ、そんな操作もできるんですね。どこで見れるとこ絶対流さないでよっつって。だってずっと人の悪口言ってんだから。そうですよね。そのスタジオに来てる人の悪口さえ言ってんだからさ。はいはいはい、意外と見ますからね、楽屋から。そうなんだ。スタジオ何やってんだろうって。見ちゃうな、でも。ラジオネーム、高速進化、FM 栃木。平子さん、はい、子供たちからもらって一番いらなかったものを教えてください。あります。石。石。うわ、石やってたな、親に。面白い形の石ですね。象に似てるとか。そうです、そうです。綺麗だね、そう。白いツヤツヤっとしたやつを。それはどうして撮ってる？そう、小袋に入れて撮ってるんですよ。当たり前じゃないですか。偉い。何月何日、三月から小石をもらいましたって書いて。偉いね。いや、そうですよ。うちの親父なんて、なんかやっぱ昔のもんだっつって、なんかバンバン燃やしてたけどね。うんまとめて燃やすタイプだったな、うちの親父は。まあ、その罰としてな、焼かれて死んだけど。いやいや、そう、罰ではないです。焼かれて死んだわけじゃない。死んだから焼いた。そう。死んだから焼いたんです。死んだから焼いたも別にわざわざ。焼かれて死んだ。まだ息があるうちにみたいな。どんどんどん。熱いよ、助けてくれ。ダメだ、ちゃんと死んだから焼きました。ちゃんと死にました。ラジオね、別れ際ちょっとムキになる。FM岩手。平子はオナニーしていて、うん、どうしても近くにティッシュがなかった時、うん、子供が描いてくれた絵をティッシュ代わりに使いますか。答える価値もない。価値もない。硬、はい、いよな、髪が。硬じゃない、そうじゃなくて、吸わないな、じゃなくて、考え、想像もしたくないですね。そうか、そうか、そうか。失礼して。ラジオネーム、三崎理長。うちの親父は、中村獅童のことを中村と呼びます。珍しい。知らねえ。知らねえ。知らねえ。いいよ別に。まあ普通は獅童だけど分かりにくいからな。まあいいよ別に中村って呼ぶなら呼ぶで。曲いきましょうか。はい。はい、レディーガガ with アリアナグランデ Rain on Me。やりゅうしゆきサンデーナイトドリーマー東京半蔵門から生放送でございます。今夜のアシスタントアルコ&ピース平子と名護の鈴木みゆきです。はい、さあ続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます、うん、はい、
で、まだかな？あ、まずはこちらのニュースから。2020年上半期のインスタ流行語1位はピエン。ピエン。はい。2020年上半期インスタ流行語大賞が発表されました。うん、流行語部門の第1位は SNS 上やメール等のやり取りで涙のしこり涙ですね涙です、の意味として使われる言葉ピエン。あ、ピエンです。はい。また YouTuber のマータソの発信によって流行したピエンの上位互換を意味するパオン。パオン。これはピエンを超えたパオンということですね。こちらが4位にランクインしております。シコルは入ってないんですか？シコルは今のところちょっと、うん、下半期なんですかね。シコリマクリスティは入ってないんですか？シコリマクリスティは今のところシコリマクルクリスティが入ってないんだ。シコリマクルクリスティは見当たりません。ピエン。ピエンでございます。おうちカフェ、うん、おうち時間、はい、パオン4位、はい、密です、うん、なんだこれ、統一性がねえな。まあそうですね。まあまあそれだけ上半期いろいろなことが起こったっていうことなんでしょうかね。ピエンは若い子たちだろうね。はい、そうですね。使う？どこででしょうね。でもスキャ使わないか。使わないですね。だそういうでもピエンってちゃんとな、うん、リアルで使ってる人いない。多分 LINE のあれとかでそうだよね。口に出すってことじゃないよね。ピエンって言ってる女は見たことないんですよ、うん、ちゃんと口に出して。そうだね。こうなるとさ、やっぱワイドショーとかのやっぱおじさんおばさんが見てる番組で取り上げるのが一番寒いんだよな。そうですね。ピエンって知ってますみたいな路上でな。知らないのピエンって。ピエン服のことかなみたいな。それエンディングでしょみたいな。かわいそうよみたいな。おじさんをいじめちゃってさ。新橋で酔っ払ったおじさん捕まえてさ、はいはいはい、大体、はいはい、渡部さんの不倫どう思いますみたいな。いやあれダメだねみたいな。いいんじゃないみたいな。酔っ払ってるおじさん捕まえて、ね、反対意見も取っといてね。そうだ、あんなさワイドショーのインタビューさ新橋で撮ってるのってさ、うん、絶対嫌じゃん出るの、うん、普通、うん、そうですね、嫌ですね。それで出る人ってさ、うん、異常な人だからさ、まあちょっと酔いが回った方とかね、あれって異常な意見しか流れてないのよ。どっちにしろ、ああだからそこ自分と反対意見があそこで流れてたらホッとすればいいんですかね。まあ気にしなきゃいいよ。新橋の SL 広場に、うん、すいません、うん、なんとこっていう番組なんですけど、うんうん、はいはいいいですよって言うの異常だよ。まあね、だいたい東京の方ってそういうところはね、うん、乗らない方が多いはずですからね、うん、だから異常な意見なんで偏って見える。まあまあまあね。あとはパオンって何、ピエンを超えるのか、パオンって鳴くってことか、うん、パオンってこと？そんなにリアルではないでしょうけど、今ただの本当の象なんで、今の方は象のモノマネ、ちょっと可愛らしいイメージでしょうね。そうですか、はい、本当の象なんで、ごめんなさい、はい、次のニュース、はい、続いてはこちらのニュース、全国住みたい街ランキング2020発表。1位に輝いたのは前年から変わらず横浜市。みなとみらい地区はランドマークタワー、うん、クイーンズスクエア、マークイズみなとみらいなどのショッピングスポットが点在し、日々の買い物だけではなく街歩きやデートも楽しめることなどが回答者を引きつけたようです、横浜強いんだね。強いですね。2位よ札幌、うん、札幌も強い。3位港区、はい、前年と変わらず3位、うん、そうなんだね、この辺ね、はい、4位福岡市、うん、5位は世田谷区、はいはい、だって杉並区入ってこないな。杉並区入ってほしいですね。お前らの僕たちの私たちの誇り高き杉並区、中野杉並はやっぱりね、あでもなんかもうパッと見そこに住んでない人の憧れの場所ですからね。住んでる人に満足度で見たら、まあ、中野杉並でしょうね。いや本当にマジで杉並だから。かな本当に何でもいい。横浜と変わらないですからね。中野杉並あたりは。なんで杉並。治安違わない？とんでもないとんでもない。そう？一番いいですよ本当に。なんかあの汚いラーメン屋多いイメージだな杉並。あれはだから遠目でそう見せてるんですだけ味わいです。あ入ったらもう新品新古車みたいなのね。そうですよ、そうです。ちょっと汚した味わいつけて本当、
入ったらもう真相回転だらけ。まあそういうなら頑張ってもいいな。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Sunday Night Dreamer. いやー、しかしあれだな。高円寺の駅前は、無数の死体が転がってんな。嘘つきなの。転がってないって。嘘つきなの。夢町ですからね、あそこ。夢町ですよ。夢持った和光度が集まる町ですから。復興じゃないんだから。復興とかでつけるんならわかるけどさ。高円寺は夢町。高円寺夢町って言われてるの。そうですよ。マジかよ。夢町だよ。何があったんだよ、復興。好きだよ、メールね、いきますね、ちょっとね。ラジオね、まあまあレードは甘すぎ。有吉さん、有吉社長、社食にサラダバーはありますか？いや、あれつけてやるよ、サラダバーに。サラダバーで社員が言うこと聞くんだったらいくらでもやってやるよ、そんなもん、本当に。一番簡単なことだよ、女の。確かに。ラジオね、黒羊 FM の前。平子さん。はい。キンキキッズ、堂本剛さんが、以前、ミュージックステーションで石を抱えながら歌っていました。平子さんがもらった石は、堂本剛さんの持っていた石よりも価値があるものでしょうか？いや、価値で考えられてもな、ファン心理で言うとそっか。まあ、ファンだとな。うん。でも、女の歌い終わったらスタッフにポイって渡して終わりでしょ？まあ、それはそうだろうな。いや、わかんない。家から持ってきてる可能性もあるな。まあ、どっちにしろ異常だよね。おかしい。石持って歌うなんて。うん、おかしい。変だよ。笑わせようとしてるのからさ、なんかメッセージがあるのかしらね。何かしら。石持って歌うなんてさ、異常だよ。秘めたものがもしかするとね。うんうん、そんなのさ、うん、伝えてほしいよ。ああ。うん。ちゃんとね。うん、言葉で。石持ってニヤニヤしてないで。ニヤニヤはしてないと思うんですけどね。真剣に歌われてたと思うんですけど。石の歌ならわかるよ。石の歌なら石持ってるのわかるよ。石の歌じゃないのに石持ってニヤニヤしてんだったら説明義務があるよね。まあ、石。石の歌。石を。ソロシングル。石の歌。石の歌。石。どうしちまったんだって。本当にね、ラジオネームバスケットカウント。平子さん、はい、嫁からもらって、うん、いらなかったものを教えてください。いや、そう、いや、いろんな今までプレゼントもらってきたんで。そうだよな。はい。迷彩のキャップ。迷彩のキャップ迷彩のキャップか。平子が被っちゃうと意味が出ちゃうからな。そうなんですよ。あ、そうです。まあ、あれだろうな。まあ、ガタイのいい男だし、これ似合うかなって思ったんだろ、奥さんは。ストリート系の感じのキャップなんですけど、僕被って見せたら、軍だねって言われたんで。そうだよな。もう愛の不時着になっちゃうもんな。それ以降は、まゆちゃんが被ってましたけどね。あ、そう。まあ、ちょっとな。まあ、センスとか趣味とかね、そういうもんがある。そうなんですよ。あ、すすきはどうだ、なんかもら、あ、何あげんの、男。好きな男ができたら。え、普通にネクタイとかあげちゃいますよ。あ、まあいいんじゃない、うん、一番邪魔じゃないもんな、はい、ネクタイとか会社員の人とか、うん、特に、まあ、クオカードとかですね。クオカードはダメだよ。クオカードはダメ。お前、え、嬉しい。行政じゃないんだから。そう、本当親密になった人はネクタイで、そんなでもない人はそのクオカード、一応の。まあ、なんか何の意味もないような感じがするからいいっちゃいいけどな。一番困らないでしょ、あんなもん。まあな。うん、あ、金券。まあ、だって、クオカード渡すなんて金渡してんのと一緒だからな。そうですよね。松木雄でも使うんですよ。あ、そうだけどな。松木雄行く男ならいいけどな。クオカード。色気はないけどな。そうですね。一番困んないんだから、そんな。それがでも、だから、紐になっちゃうパターンあるからな、そういうのを受け取る男は。わー、そうか。確かに、アマゾンのカードとかもすごい渡しちゃいますもんね。そうやろ、もう絶対。
監禁できるもん渡しちゃダメよ、うん、監禁性の高いもの渡しちゃダメ、あのパチンコの金金とかさ、うん、一番困んねえかなと思っちゃってね。さあ、コーナー行きましょう。町の賢者。はい、ワンカッパーダンボーラーであるあなたが町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。ラジオネームブラザーフットオブスティール。女優土屋太鳳が自身のインスタグラムにて大学卒業への意気込みを語っていました。私は仕事が再開されつつも大学のオンライン授業を引き続き受けていて、8年生で卒業がラストチャンスなので頑張ってはいるのですが、今まで長めの文章を打ってる時は書き溜めてその長さになっていたけど、レポートには期限があって複数で、しかも打つまでに頭で考えるのも遅い。だからくよくよしたりするのですが、周りの人からパワーをもらいながら頑張ってます。あー、まあそうだよな、仕事と学業の両立はいろいろと難しいとは思うけど、頑張り屋のタオちゃんなら必ず乗り越えられるんじゃないかな。その苦労はいつか人生において大切な財産になるはずさ。っていうか聞き逃しそうになったけど、大学8年生大学4年生とかじゃなくて大学8年生もう頑張り屋どころの話じゃねえだろ。どんだけダブってんだてめえは。大合意邪気じゃねえかで、レポートのことなんか4年生の時点で悩めよ。いや、もちろん4年で卒業しようと奮闘したはずだよな。まあタオちゃんもそこまでバカじゃないから。じゃあ今頃はとっくに大学卒業して仕事一筋だろうな。いや、大学8年生じゃねえかなんだ大学8年生って8年もやって、なんだてめえ大合意邪気じゃねえか。いいかげんしょ。何回言うんだよ。相当だから忙しくなったってことだよな。そうでしょうね。急に。ちょうど卒業かどうかぐらいからじゃないですかね。そうなんだろうな。ね、そうか。だけど、まあな。もう、いらないじゃん、でも。本来はその資格というか。うんうん、はい。卒業の学歴というか、はいはいはい、そうですよね。やめないんだ、と思うよね。まあなんかあったらとか思うのかな。まあね、もう8年まで行ってたらこれは勉強じゃなくてただ卒業するための、そうでしょう、ね、じゃない。でもやめていいだろうっていう、行きたいのかな。まあね、3年4年って通ったからっていうのはね、もうだって同級生いねえじゃん。いないですね。もういないでしょ。そうだ、いやだろ、行くの誰もいないんだ。第8大学お前何年第8です第8第 8, 第8本当に第 8? 本当に第5回じゃん。そんなに言い方しないのか。いや、第8申し訳なさそうに言っちゃいますよ、ね、言うか、第8です。あ、そうか、もう8年なんですよ。昭和の昔のね、苦学生みたいな、ね、まだそうだったかもしれないですけど、学生運動とかもしててさ、うん、それが理由でダブってみたいとかさ、うん、そういうんじゃないんだよね。大学8年生。ダサいよね。やべえよな。まあ、頑張るタオちゃんっていうイメージがあるから、うんうん、やっぱり頑張って卒業したいんだよな。そうですね。イメージ商売だな。かわいそうにな。それもあるでしょうね。しこれないよ。しこんないじゃないですか。タオちゃん、しこれません。そう、まあまあ、そう、しこれもともと。タオちゃん、送れないだろう。あ、こっちにですか。うん。しこり。有吉さんに見てくださいとか。動画。うん。逆にピュアならピュアなほどって可能性がある。ああ、なるほどな。ああ、なるほどですね。なかったから。ないですよ。なるほどじゃないですか。なるほど。俺はね、うん、俺土屋太鳳ちゃんから送られてきたら俺マジで言わないけどね。聞いてたらね、もし太鳳ちゃん。いやいやいや、送んないですけども、それはそうですよね、うん。自分だけのものですもんね。絶対見せない俺、はい、平子にも。いや、ダメ、そんなこと言っても怒ってきますちょっと言うかもしれん、平子。なんか女優さんがしこってる写真って見たことある？お、何ですか？いやいや、そこまで俺はもうそこまでちょっと何ですか？え？やめてください、途中で。 T ね、 T T? T さん。いや、全ビンビンになってるじゃないですか、机の下。もう言ってんじゃねえ。それもう時間だ。言いたくてしょうがないんだから。絶対
ね、送んない方がいいです。俺には送んない方がいいと思う。そうですよ。送んないっすよ。絶対送んないよ。タオちゃん、だからもうやめて。もう送ってないから。もう送ってねえし。送ってないし、やらないし。口固いんだって思わないから。口も固いんだ。いやいや、知ってないっすから。触ったことありますけどいいですから。ダメですよ、だから。知ってないんですから。ね。失礼しました。鈴木さん、ちょっと失言だけ気をつけて。私ですか？もうちょっと飲みすぎて失言だけ気をつけてくださいよ。私はもう、失言だらけの女ですからね。黙って飲んででいいから。どういう仕事なの？フロアレディーかよ。本当だ。そうですよ。この後俺車で送るんだから。そうだよ。そうですよ。失言でいいよ。サイレント失格。画期的なストレッチで一躍時の人となった俳優キアヌ・リーブスが自身とオンラインデートをする権利をオークションに出品し話題となっています。これは小児がんと戦う子どもたちとその家族を支援する慈善団体キャンプレインボーゴールドへの寄付が目的であり、落札者は7月6日の週にウェブ会議システムズームを利用してキアヌとのバーチャルデートを楽しめるとのこと。入札締め切りは現地時間で今月22日午後12時まで。現在$16,700の値がついているそうです。非常に素晴らしい活動だと思いますが、子どもたちを支援しようという思い、世界中に広がってほしいです。そこで我が国日本でも同じような活動をしている人はいないかと思い調べてみたところ、今月18日に整体師の田野慎吾さんが次のようなツイートをしていました。7月1日からレンタルおちんぽ見せる人やります。1回15,000円、15分、ただ見せるだけ。Hey, my leaves, this is Japan! Mr. Leaves, this is Japan. いいね。何これ？いや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 。下の信号が見せんの？と、まあそういうことですかね。うん、そういうことか、うん。めちゃめちゃいいじゃん。めちゃめちゃいいですか。15,000円、15分で。見ます。いや、やりたいってこと。俺も。あ、見せたい。おうおう、土屋太鳳ちゃんとか。いや、だからそんなすごいよくいかない。ダメだよ。太鳳ちゃん。ちょっと、15,000円先ちょうだいです。何ですか何ですか。いや、俺レンタルおちんぽ見せる人よ。あ、いいです。じゃあ、お金いいですから。お金いい。ダメ。帰ってくるの。楽屋。金もらえてんな、お。局でやめる。払え。俺が払えよって話だよな。そうですよ。タムちゃんちょっと見てだよな。見せてやるから15,000円。そうやな。ね、そうやな。そうでもねえし。なんでタムちゃんに金もらって、あっしょい。あ、じゃあ15,000円もらったんでね。はい、今からじゃあ見せてあげますからね。ブレイク。Stay Night Dreamer Live。さあもう1時間経過っていうところですけどね、ネットフリックスでペーパーハウス今やってるシーズン4の最後まで見たんだよ。平子もペーパーハウス、僕抜かれましたね。じゃあ、あ、そう、シーズン4まで、シーズン3の後ぐらいかな。 あれ強盗するね、はい、みんなスペインの映画だけど、はいはいはい、強盗メンバーにみんな名前、都市の名前つけてね、うん、東京っていう、はい、主人公の女の子は東京って呼んだりね、はい、ベルリンとかいろいろいるんだけど、はいはいはい、うん、あれだね、このメンバーで言うと、はい、平子はもう杉並で、杉並、うん、僕でもね、中野ですから、うんうん、ああそう、正式にはじゃあ中野ね。まあ中野、はい、いいです、中野でいいです。すすきはなんだろうな、レマンコだな、レマンコ、レマンコレマンコレマンコで、はい、中野、中野、まあまあ中野でいいですけど、俺は、ね、ジャカルタだね。なんかずるくないですか。俺も横文字がいいじゃん。中野で嫌ですよ、中野。秀夫さんじゃないんだから。秀夫さん、秀夫は秀夫、秀夫じゃない、名前じゃないですか。都市名がいいんだよ。湖の名前もじゃあ違うんだな。あ、まあ、英語の横の名前か。
そうですね、どこがいいのピョンヤンはピョンヤン。ピョンヤンっていうかもう、ちょっと特殊すぎる。いや、まあヨーロッパ系がやっぱりいいですかね。ヨーロッパ系、ヨーロッパ、何が、何がとか、ベネチア。ベネチアいいっすね。ベネチアって言われた。ベネチア、はい。名前きれいだ。ススキはどこがいいかな。ヨーロッパ。ヨーロッパの街がいい。ヨーロッパの街がいいです。でもなんかヨーロッパって感じじゃないよな。うん、カイロだな、カイロ。カイロ。あ、いい、いい。カイロ。カイロ。良いですか。いいっていうのがいいけど。俺はまあ、じゃあどっかな。ローマだね、ローマ。いや、近くないですか。ベネチアと。そうだね。羨ましいなと思ったんです。テーターハウスみんな見てみて、ね、面白いね。シーズン4まで見ましたけど、ね、なんか結構見たね。だからそれ終わったから今じゃあ。またどうしようかなと思って愛の不時着だから見てる。あ、はい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 、やっと。あ、なるほど、はい、ちょっといろいろあっちのドラマ系もバッチリ見ております、うん、ラジオのゲルマニウムファンタジー FM 群馬、有吉社長、僕はドーナツを1回で3個食べられます、どうか雇ってください。雇ってやるよじゃあ、うん、働きよその代わり。聞ける方引き続きここまでの方ありがとうございました、はい。2020年6月21日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはアルコ&ピース平子と名護の鈴木美由紀です。東京半蔵門から生放送でお届けをしておりますサンデーナイトドリーマーでございます、はい、アルコール依存症のテスト、うん、2つ該当すると危険っていうのがありますよね、はい。飲酒量を減らさなければいけないと感じたことがある、あります、ある、うん、ある、はは、みんなある、うん、まあ、僕も強くはないよね。他人があなたの飲酒を非難することで気に触ったことがある、ほらありますね。ありますか。あります、ね、あら、そうですか。飲み過ぎじゃないですか。何がよ。あ、まあね、ちょっと匂ってねえしみたいな。もう2つありますけど、自分の飲酒について申し訳ないと感じたことがある、これありますね。ありますか。悪いな、エラコちょっと遅くまでなぁ、ずっと疲れちゃって俺がもう一杯やめときゃな、終電あったらなみたいな。神経を落ち着かせたり、二日酔いを治すために迎え酒をしたことがある、うん、これはないんだよな。ない、うん、あ、3つ十分ですわ。二つ目 でも普通これ飲む人は、うん、あるよな、経験としてはね。ありますね。これはちょっとさ、厳しすぎる質問だと思うね、うん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 、厳しい。これはなんか逆にアルコール依存じゃないですかっていう恐怖を煽るだけの、うん、もう本当にやばいアンケートだと思うね。まあこれはよっぽど日常になっちゃってたらね。アメリカから銃がなくならないのは恐怖を煽ってるからです。コロナ騒動が起こって、うん、コロナ大変だコロナ大変だってなった時、うん、銃、拳銃売ってる店に行列ができたっていうんだよ。おかしいだろ、確かにあれもね、あれがそれこそいろんな事件の引き金になってますからね。ぜひあのマイケル・モーガン監督ボーリング・フォー・コロンバインにご覧になってくださいと。あ、はい、そうですね、はい。今夜のメールテーマは父親の話でございます。お父さんね、父の日でした、うん、はい、お父さんのお話いろいろと聞かせてください、うん、平子のお父さんの話ってあんまり聞かないな、はい、ああ、そうですか。犯罪者か。犯罪者ではないですね。あんまり聞かない。平民も口もおかしいけど、平民って言うの、別の方ね。はい、そうですよ、うん、うちでも、うん、結構大きい、大きくないですね。へー、うん、まあ、いたって、へーへーも、いたってそうですね。結構あの市役所に勤めたり、平子ボンタ、平子ボンタではないですね、名前は下地なんですけども、平ボン、平ボンくん。昔の新聞の4コマじゃないですか。平ボンタ。
でも、うん、役所詰めたり、その後出さらして会社始めたりとか、はいはいはい。一生懸命じゃあ、ちゃんと育ててくれ。結構愛情深い父親ですね。いいね。うん。平、すすきのところは？お父さんはあれだけど、はい、お母さんは？お母さんは、変な人か。ワインをたくさん飲む。どっちもなんだな、だからな。サラブレッドなんですよね、だから。酒飲みと。病気はやってないのか、お父さんもお母さんも。ああ、お母さんも、してないですね。あ、じゃあ強いんだな、ね、家系。ああ、肝臓系はしてないですね。いいね、それは。はい。なかなか、芸人でもな、結構みんなやってからな、河本くんもやっちゃって、水族館なんかでやっちゃったし、うん、 そうですね、それこそ福田もなんかやっちゃったしな、たまにやっぱり出るから気をつけないとなとは思いつつ、ごくごく飲んでる名前は俺気をつけなきゃなっていう話を、ごくごく何酒進んでんだよ、つまみになりますねこの話は先輩の注意を、魚に飲む酒がね俺の体に気をつけようっていう話ほど進むものはないだろう、進むな最低だよ、まあそんなもんだよな、得意全然出てこないな、どうしてんだ得意は。だから出れるかどうかっていう時に、まあ、コロナが風邪になっちゃったんでしょうからね。あ、あ、なるほど、お会いしたいですね。なあ得意もな、いや本当私がテレビ出してからはもう謹慎というか、そうですね、期間入っちゃったね、入ってたんで、最近謹慎のやつ多いからな、うん、そうなんですよ、論文の良さとかもともお会いしたことないですし、もう出られてましたね、工場委員会とかね、あ、出てるね、良さんね、はい、そうか、宮迫さんはってことないのか、宮迫さんもお会いしたことないのか、アメトークで出したのもホトラさんだけの時なんで、木下は、ああ、一気に会ったことないですね。うん、ですね、先輩ですけどね。はい。普通に言いすぎて、俺も一瞬、あれあれどっちだっけなって思って。たぶん。たぶん3でいいですかね。たぶんやったことある、あります。あるです、白黒ランジャッシュ。あとは河本は、河本、いつまで謹慎してんだよ。もういいじゃないですか。いい加減しろよ、河本の謹慎。いつまで謹慎してんだ、あいつ。まあでも、やっぱどうしてもね、そのイメージで語られがちですよね、もう。さすがに。あ、そう？さすがにいいじゃないですか、ね。あとは誰だ？謹慎の人。うん、いないか？まあまあ、こまごまとした人はね、いるんでしょうけど。うん。石田純一さんはもういいんだろ？いや、そうですね。石田純一さんコロナかかってただけだよ、ね、そうですね、そうだよ、うん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 、謹慎はしたいですね。あとはだから芸人に謹慎いる、謹慎組、まあ、メインどころは今出たぐらい、そんなもんか、うん、であいつとも全然合わないもんな、だって復帰してからってもやっぱコロナのお話もあったからさ、はい、福島とか、ああ、ガリット中とか、ガリ中の福島さんは前、僕らテレ東の番組来てくれましたよ、あーゲームの、はい、そうです、そうなんだよ、まだ、うん、明確なね、線引きがね、だから OK っていうのが今難しいですから、ね、いいんだろ、せいやは別にあれで問題ない、うん、全然、そう、子供番組なんか休んだって、そうですね、そうですね、まあやっぱ、はい、子供番組でな、急になってしこり出す可能性があるから、まあそれはね、それは分かるけど、ないでしょうけど、そこはちゃんと LINE を引くと思うんですけども急にしこり出さないと思うんですよね。そうですね。そんなもん。中にしこりまあ注意してくれよお前らも。まあ当然俺もそうだけどさ、あんまり謹慎食らうようなことするなよ。そうですね、うん。身を引き締めなきゃ、ね、はい、いけないですね。酒も飲んでもいいけどな、うんうんうん。酒は飲んでも飲まれるなって言うんですよ。めちゃくちゃ大きい声でよく言えましたよ。Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.メール来てますね。はい、ラジオネーム唐沢隆弘 FM コーチ。僕は野茂英雄の野茂英雄のおちんぽを見れるなら7万払えますっていう。これ、CM 明け冒頭で差し込むメールじゃねえだろ、これ。なんでこのメールを、はい、どうぞっていう。どういう、どういう、お読みくださいはい、どうぞ、これ、ちょっと、いいタイミングなんだよ、じゃあね。無理かけど、一発目のメールこれ渡されても俺困るよ、本当に。こっちはもう、脊髄反射で読んでんだから。
野茂さんは太ったね。いやー、そうですね。まんまるだよ。うんうん。最近そうですね。すごい。もともと腰回りどっしりした方だったからね。そうそうそう。太りやすい体質だったんだね。ああ、そうなんだ。7万は払えんな、俺、野茂さんのチンポで。でも、一定その、なんかね、うん、好きな方がいらっしゃるっていうのはなんかわかりそうな気がする。まあね、もともとな、大ファンだったりするとな。そうですね。優しそうな顔もしてる。手越くんで、2000円って感じかな。安いな。手越2000円払って見るかもな。おちんちん。おちんちん。あ、でも、そうっすね。興味本位として見てみたい。そうだろ、綺麗そうじゃん。綺麗、つるんとしてそうですね。プルンツ、いくら？私、7万払っちゃいますね。手越しおちんぽの会すいませんけど。7万払っちゃう。7万払っちゃう。いや、俺ら、それは女性になっちゃうとね、それはもう、どなたであろうとも、それぐらいはすぐ払っちゃうけど。うんうん、そうですよね。性の違いですからね。平子誰が一番？おちんちんですか、うん、?5 万。5万で今日、セントリュウとかかな。セントリュウ。セントリュウ。いや、もっと相撲取りの格闘家だろ。ダメだよ。どういうおちんちん高すぎるよ、5万は。でもやっぱ格闘家になっちゃうな。格闘家がいいのか。バンナとか。ジェロムレイバンナ。あのチンチンとか。面白そうだな。セームシュルトのチンチン。セームシュルトはいいね。セームシュルトのチンチンですね。見るだけで済むかお前。これも最初のメールのせいだから。そうですね。本当です。こういう会話に、膨らませてねっていう意思を感じたわけだからな、こっちは。誘発してるからですね。そうだろ、辻君。そうだろ。我々は操り人形ですよ、そうだよ。お前らの意思に従ってるだけだから。うん、そう。うん、それ高井さんと福田をお首にしろよ。俺を首にする前に。そうだろ？そうだろ？そうだろって。こっちが矢を打って立ってね。ネットになんやかんや書かれるんですから。有吉おちんちんを語るって。書かれるんですよ、本当に。いい加減すぎる。報道の自由にも。ほどがあるな、ほんとに。キュンキュンでございます。私、有吉がキュンキュンとするようなメールを募集しております。うん、ラジオネーム、イーグル。放課後野球部の俺が学校の外周をランニングしていると、吹奏楽部の練習を終えた浜辺美波ちゃんが門から帰るところだった。俺は足を止め、いいよな、吹奏楽部は楽でと、美波に意地悪を言った。すると美波は、まあ、なんて失礼な。日々トロンボーンの演奏で鍛えた肺活量なら野球部のあんたにだって負けないわよ、なんなら勝負してみる？と詰め寄ってきたので肺活量で勝負することに。お互いの唇と唇を重ね合わせせーの！で息を吹き込んだ次の瞬間、南の超人的な肺活量で俺の肺は大爆発。南はなんてこんなことにごめんなさいごめんなさいとそっと押した俺を抱き寄せた。そして俺は最後の力を振り絞る。体内に残った南の二酸化炭素を腸内に送り込み、プヒーおならを放出し、南が愛用する実写版トロンボーンになりたい。なりたい。キュンとしないじゃないですか。キュンとしないわ。下手だね。韓国ドラマってさせてくるよね。ああ、はいはい、そうですね。ちょっとテイスト古いなと思うこともあるけど。そうですね。まっすぐでいいんですよね。そうなんだよな。演技も古い時あるよね、うん、バイーンみたいな演技する時あるよね、はい、面白いところだよね、うん、で見ちゃうよね、うん、そういうのは欲しいんですけどね、うん、ラジオネーム三平。なんだか元気がない会社の後輩佐々木のぞみちゃんを誘ってバッティングセンターへ行き、何があったのかは聞かないけどさ、思いっきりバット振って嫌なこと全部忘れちまえよと言いながらかっこよく振り返った直後、佐々木がフルスイングした金属バットが顎にジャストミートして糸が切れたマリオネットのように崩れ落ち、
こりゃ確実に死ぬだろうなと直感しつつももう少し手首のスナップ効かせた方がいいぞ精一杯強がりたい強がりたい全然興味しないじゃんあれだけのぞみちゃんって言いたいだけだろそこ誰でもいいさねえラジオネーム、うん、カンパチ太郎陰毛そばという嫌だねなんか本当にバカバカしくなるねもう40も超えたからさそうですね、うん、あんまり口に出したくない単語ではあるよねに20代の生きのいい若手の深夜ラジオじゃないからさ40代の40代の落ち着いた男性の FM ラジオだからこういう言葉を言いたくないんですよ陰毛そばという男心をくすぐる店を発見した俺店に入ると店主の池田美優が注文何にしますかと言っていた俺は陰毛そば陰毛マシマシで注文する池田は陰マシ入りましたと叫びバックヤードに入った俺は待っている時にふと池田美優はパイパンであることを思い出す俺は誰の陰毛で作るんだと疑問に思いバックヤードを覗くと池田が柱にくくりつけられた池田は柱にくくりつけられた南光節の髪の毛をジョキジョキと切っていた俺はビビりすぎてしょんべんを漏らしながらも届けられた陰毛そばを半分ぐらい食べた後これ陰毛じゃなくて南光節の髪の毛だろと言いただで腹パンパンにしたキュッとしないじゃん分かってんのかなおかしいなこと言ってんの陰毛そばなんて言っていいわけないじゃんそうですね社会生活でそうそう本当ですねなめられてんのかな待ってよラジオネームチェコの大砲、うん、森で遭難した俺は洞窟に駆け込んで休んでいると奥の方から吉岡里帆が現れた、うん、吉岡里帆はあ遭難されたのですかこの辺りは夜になると悪い狐が出ます狐に化かされた者の被害はつゆ知れず朝までゆっくりしていってくださいと言ってきた俺は吉岡里帆が作るきつねうどんやお稲荷さんをごちそうになりながら談笑していると吉岡里帆はあ、お風呂の準備をしてまいりますと言って洞窟の奥の方へ行くと同時に俺の体はしびれ目の前は暗くなるそして意識を失う前に吉岡里帆のお尻から尻尾がひょこっと出ているのが見えた目を覚ますと大釜の中でぐつぐつ煮えたぎる湯の上で俺は全裸で豚の丸焼きのごとく木の棒に縛られていた俺は助けてくれーと体中から液体を垂れ流し懇願すると岩陰から吉岡里帆がひょこっと顔を出し狐につままれた気分はどうですかと意地悪な笑みを浮かべた後お尻から取り出した尻尾で俺の脇をこちょこちょしてきたのでもだえ苦しみながらこの小悪ぎつねめと言って大釜に落ちたい昔の話やただどん兵衛からひらめいたどん兵衛からひらめいた昔話でただ、うん、何のあれもないよないですね、うん、教訓ありますもんね、うん、普通はね、うん、何の教訓もないよこれどっちもしょうもないもんただ舐めてるだけだけどっちも悪いんだもん、うん、日記いってみましょう、
皆さんの日記のぞき見。ラジオネーム三平。リサイクルショップで軍物の水筒を買ったが、よく見たら正信と名前が書かれていた。正信が使った水筒だと思ったら急に使う気失せた。名前はない方がいいかもな、中古品はな。ラジオのクロートチェリー。コンビニでお茶を買ったらシールだけ貼られて渡された。万引きしたように見られないかそわそわしちゃうから嫌なんだよな。あー、そういうことね。あるな。なんか悪いことしてないのにそわそわすることってあるよな。はい、もう運転しててもパトカー横にいると、そうだよ、あれって思いますもんね。今大丈夫かなって。そうなんだよ、うん、悪くしてないのな。何もしてないですけどね。そういうもんね。でもあれ分かるんだよな、警察の方もな、うん、こいつそわそわしたけど、うん、こいつなんもねえなっていうのと、うん、はい、堂々としてるけど、あいつなんかあるなっていうの分かるんだよ、うん、ね。なあ、それすごいですよね。不思議な。ラジオのエスロー。行きつけになった定食屋のおばちゃんに学生さんと聞かれて、とっさにはいって答えちゃったけど、今年で30無職。毎回大盛りにしてもらうの気が引けるだろう。まあな。さすがにコンビニで、あの、年齢のところ20代、30代、40代っていうところは、やっぱり20代って押されることはないね。わかります。帽子かぶってマスクしてんだからさ、はいはいはい、って思うんだけど。期待してみるんですけどね。40代って押されてる。何の迷いもなく押しますね。ある。男性、女性、20代、10代、30代、40代っていうボタンがあるの。うん、ああ、あの、コンビニでバイトしてましたけど、ありますけど、それ逆に見えるんですか？見える、見える。見える、見える。見える、見える。グッてちょっと見てた、うん、ああグッて見るんですか。あ、40代とされてる。いや、もうすごい、ちゃんと 100% ぐらいで押しますね。なあ、あれ気をつけられたからかバイトしてたら怒られるぞ、うん、あれ見られてた、ね、誰が40代やだ。40代の言い方じゃないですか。40代の人だよそれ。一旦ブレイクします。メール来てますね。リオネルタッチ。社長、レーゼフォーの内ももなら6000円出せます。何回の黒ひょうと呼ばれたね、レースは綺麗だね、肌も綺麗だしな、ね、格闘家で言うと俺はもう絶対彼がいいな、那須川天心くん。ああ、天心、那須川天心くんのおちんちん触りたい放題だったら、1万円出すかな。1万円綺麗そうな、綺麗そうだよな、ちんちんですね、染めてそう。ああ、はいはい、あ、ピンクと金とかにね、分けてね、綺麗だね。へえっていうか、分けてそう、染めてそうっていう、うん、ブレば出てこない、出てこない、出てこない。那須川天心のチンポ出てこないってスペースで、スペースで出てこない、色分けてるで出てこない。ラジオネーム化け猫の成瀬。月々2万円で平子さんのおちんちん見放題プラン契約したいんですけど、可能ですか。月々2万円、2万、でも見放題だから、うん、あー、そっか、こいつでも平子さん今見たいんですけどって、でもチケット制とかかな。でもあれか、家にカメラつけといて、あー、ピンポンピンポンピンポンったら平子がカメラ前行っておちんちん出せばいいんだ。でもなんかやたらめったら押すいたずらも増えそうだな。やっぱチケット制かな。5枚、月5枚ですかね。月5枚、月5枚ぐらいか、うん、そうだろう。で、向こうに飽きられるのも僕は嫌ですし。そうやな、常に新鮮。日本で言ってちょっと無理かもな。うん、もうそれはちょっと確かに違うか、うん、ちょっと違いますね、それは。西の水海 FM 熊本。僕の父は海上保安官として働いていますが、僕は船に乗っています。あ、僕の父は海上保安官ですが、船には乗っていません、うん、船での仕事じゃないことをかっこ悪いと父に言うとめっちゃ怒られたことを覚えています。あ、これよくあるよね。俺らなんかはネタやんないじゃないですか。あ、はい、あの、部署違うんですよ。そうですよね。あ、ね、芸の部分をネタってイコールで結構言いがちですからね、最近ね、幼稚なのよ。
誰か、誰かがね、誰か言ってたのを聞いたんでしょうね。そうそうそう。それ言ってくるんだよな。言ってるやついたからね。私、トヨタ勤めてるんですよ。車作ってるんですか？あの、営業なんですけど。車作ってないじゃないですか！あ、はい。めちゃくちゃ、でも、トヨタの社員なんです。ああ、お金お金。そういうことですよね。難しいよね。頭おかしい人だから。ラジオネーム。ゴリ夢中。まだ私が小学生の頃、夜中トイレに起きるとリビングのテーブルにおしっこ4時間祭りという AV が置いてあったことがありました。その時とても衝撃的で、しばらく父のことを気持ち悪い目で見ていましたが、中学生になった頃、自分も女性のおしっこが大好きになり、父とはやっぱり血がつながった家族だと感じましたね。有吉さん、このご時世が終わったら父と一緒に女性のおしっこを飲んできます。いいですね。非常に福島の人です。誇り高き。あげときましょう。パン。はい、はい、あいみょんで裸の心。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage.www.jfn.je/dreamer Sunday Night Dreamer。 さあ、東京半蔵門から有吉弘行とアルコ&ピース平子と名護の鈴木みゆきがお送りしてます。どれぐらい飲んでますか今日は。いっぱい。いっぱい、いっぱいですね。いっぱいおっぱいじゃないね。いっぱいおっぱい。6ぐらいですね。6、7いってますよね。いいね。はい。飲みっぷりが。でもこうやってあのバー提供してね、こういう飲めるバーを提供して、うん、幸せだ、幸せだろ、はい、でまあこういう放送聞いて、うん、ああじゃあいいススキーじゃあ飲みながらやってる番組やらせます行ってみますかっていう人が出てくるかもしれない、うんうん、いやそうでしょうね。うん、そうすると少し芸能界またちょっといい方向に、うん、うん、なんかいいですよね、そのカランカランとか、うんうん、ライターのカチッとかいう音が聞こえるラジオってすごい格好じゃないですか。三谷幸喜のラジオの時間見てるようだな。あ本当はお酒じゃない。何かを利用して。そうなんだよな。まあね、音がよく入る、いいですよこういうのも。僕はいいなと思ってますけどね、うん、ラジオネーム茨城の道の龍二。那須川天心チンポで検索したら、試合中にチンコを蹴られまくって切れてる天心が出てきました。そっか。そうか。そういうのもあるんだ。ロブローを受けて。はいはいはい。ラジオネーム、ラインバッハイの竜。FM 栃木。平子さん。はい。酒井さんのチンコをいつでも見られるなら月何万でしょうか。ダメだな、これはな。そういうことじゃない、ね、小学生じゃないこれ。小学生です。小学生の質問に答えないんですよ。我々は、40代の男性は。うん、ね、小学生。酒井のチンコに価値はないね。酒井のチンポは本当に価値がないですね。あんなに価値のないチンポあんのかな。ないだろうな。酒井のチンポに価値はないっていうドラマ。始まりそうだ、韓国ドラマ。軍隊もの。軍隊もの。酒井のチンポを入れる。酒井のチンポを入れるすな。ないよな。内容どうすんだよ。内容どうすんだよそれ。めちゃめちゃ怒られてるけど酒井。アルコ&ピースは言ったから続いた、よかったぞのコーナーですね、はい、もしあなたが〇〇だったら世の中はどうなっていたか、そうじゃなくてよかったなというメールを送ってもらい、うん、安堵感共有してます、うん、ノンフィクション厚み。僕、俺がプロ野球のスカウトじゃなくてよかったぞ。俺がプロ野球のスカウトだったらな、スピードガンで車とか鳩とかのスピード測って遊んでな、視察の日に電池切れにしてたぞ。確かに。
あれだろうな、なんか、スピードガンってあったら、なんか良さそうだよなと思って、買ったやつの末路で。うん、その日だけな、ちょっと測ってみて。うんうん、興味が湧くのはね、わかるんですけどね。安倍さんいるじゃん、安倍博さん、うん、安倍博さんがレーザーで距離を測れるやつ持ってんだよ。はーはー、何メートルとか天井まで何メートルとかさ、ススキまでの距離と何メートルって、うんうん、あれも俺いつも持ってるんですっていうのを見た後でさ、うん、ちょっといいなと思ったのが、うん、1日だろうな、ね、そうでしょうね絶対に家の天井測って、うん、終わりだよな。そうでしょうね。楽しかったなっつって、うん、奥底にしまって、ね、あともう野球場行って選手の目にレーザー当てて怒られて終わりだよな。捕まって終わりだ。何ゴミなんだろうな。何ゴミだろうな。滝沢に聞かれるの分かんない。レーザーゴミないもんな。何ゴミかも。いやもう得ないだろう。ラジオネーム大だ俺。俺が菅田将暉じゃなくてよかったぞ。俺が菅田将暉だったらな、毎回税関のところで金玉のところに金属探知機当てられてな、間違い探し開催されてたとこだったぞ。ハッスル、ハッスル。間違い探しの歌が、曲がね、あります。金玉でかそうっていう噂があるからな。ああ。金玉のでかさを隠すために結構ダボダボのズボン履いたりだったんですよ。なるほど、ファッションじゃなくて、そうです、あのタヌキみたいな金玉してるっていう噂なのよ、菅田将暉って。でも細身の人ってやっぱデローンってちょっと大きいっていうイメージだね。田中さんとかもそうですもんね。そうだね、体型的に言われて、だから友達には金玉って言われてるらしいよ。どっから漏れてるんですか、その話。バレてんじゃん、福田。福田言ってたもん。あとはラジオネームクロートチェリー、FM 群馬、うん、俺が象じゃなくてよかったぞ。俺が象だったらな、鼻のリーチを生かして四六時中アナルいじくってたぞ。いやそうだろうな、俺も象だったらずっとチンポ吸ってると思うよ。そうだろうなじゃないですよ。合図違う、一緒だな、全然ですよ。確かに違う、違う、相づちが全然違う。まあ象って暇そうですもんね。まあね、暇だよ、だから四六時中俺チンポ吸ってるよ、鼻で。トドホーホー。まあでも可能か、うん、飯食ってそうだろうな、でしょうね、でだ、うん、猫って外出しちゃいけないっていうね、あれ家の中、あれ、あいつらも暇だろうなと思って、だから、はいはいはい、何してんだろうなと思って、うん、その家の人いない時、ああそうですよね、うん、確かに、あいつら体弱いから、体柔らかいからできるもんな、うんうんうん、糸井重里パターン、自分で自分のおちんちん触ったりとか、はいはいはい、思春期の時に一回試すやつ、うん、相当の柔軟性がね問われますからね。糸井重里さん、自分の口で自分のチンチン加えたことがあるっていう伝説の人が、うんうん、なんかあります、ね、頑張ったんですか、頑張ったっていう噂、すっごい頑張ったな、それは。ラグビーの畠山君は実際に糸井さんにお会いした時聞いたっつってたけど、何でも聞いてんだよ、バカだから。あいつ何やってんだ、あいつアメリカ行ったのに、このコロナ騒動で ラグビーもできてないだろうし、何やってんだろう、ただ外国でラジオ聞いてるだけだから。一緒じゃないですか、こっち聞いたの。聞きづらくなっただけです。調布で聞いてるのもアメリカで聞いてるの変わんないだろう。変わんないですね。竹山君元気なのかな。ねえ、最後ね、焼肉食べ行ったよな、ね、みんなで。全然食いませんでしたね、ほんと。食わねえな、あれな。ほんと食わねえ。ああ、ラガーマンは食わねえ。ね、全然。我々の。あ、もう食べてる量を見て腰抜かしてましたからね。本当だな、胸焼きしますよっつってたよな、俺らの食べてる姿見て。お野菜いただけますか。情けねえ。こりゃあっちも弱えぞと思ったよな。鈴木は食べんのか。いや酒飲んで
の時は甘くはないですね。甘くはないのか、うん、あ食わないですけど。じゃあなんでそんな太ったんだよ。でも痩せたな。ありがとうございます。本当ですか、うん、草薙もこの前ちょっと痩せてたわ、うん、ありがてえな。それは気づいてくれました。お前らそうだな。そうなんですよ。その自粛期間で痩せました。ちょっとあそうロケ弁が美味しくって美味しくって。あ急に仕事増えるからな。弁当食っちゃうし、うん、そうなんですよ。マイセンとか美味しくってもういっぱい食べちゃってたんで、それがなくなったから、マイセンがなくなったから。草薙とススキは随分太ったなと思ってたけど、太っちゃった。だいぶ痩せたな。だから、うん、よかった。だからこの期間でマジで痩せましたよ、うん、ああよかった。またでもね食っちゃうからね。また復活したら食っちゃいますね、マイセン。マイセン、マイセン美味しい。マイセン何言うの。カツサンド、エビ。あエビな、エビうまいよな。うまい。女はエビだから、うん、女はエビ。女はエビ。あれだな、女はエビ好きだな。言った、ね、お前しょうもない言ったぞ。女はエビって言ったよ。クソなごやっちゃってたな。エビカクテルね、好きだよね。エビな、そうだな、シュリンプカクテル。うん。平子エビ好き。まあ僕も、うん、男子では好きな方じゃないですか。ああそう、うん、お前エビのお腹見たら震えてしょんべん漏らしそうだけど。見くびらないでくださいよ。ひとかじりですよ。エビ、ひとかじりですよ。ですよなんて言わずに。当然じゃないですか。ラジオネーム、クロートチェリー。あ、読んじゃったね、さっき。ラジオネーム、三平。俺が大泉逸郎の孫じゃなくてよかったぞ。俺が孫だったら同級生に、お前大泉逸郎の孫だろって聞かれても、いや厳密に言うと血は繋がってないから孫じゃねえのよとか変な嘘ついてたからな。孫でいいだろ。以上です。Stay Night Dreamer Live on airSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer. さあメール来ております。ラジオネーム朝方人間 FM 宮崎。あのドラマ、酒井のチンポに価値はない。主演、酒井健太役は武田鉄矢さんでしょうか。違うよ。そんな、見ないだろ。だって、その、日テレの日テレの土曜10時にやるから、ジャニーズ、じゃあいいじゃないですか。か、うん、まあ、三浦春馬くんとか、あじゃないとダメでしょ。そうでしょうね。酒井健太役の武田鉄矢ですって言うわけいかないよ。ばっかじゃないよ。誰が見んだよ。ジャニーズやんないでしょ。やってくんないでしょ。やってくんないかな。どうでしょうかね。あ、そう。あ、でも。山田涼介くんとか やってくんないの。あ、酒井涼太役の山田涼介です。今回結構刺激的なタイトル。中身はいい中身のドラマなんでしょうね。ヒロイン役の柴田理恵です。めちゃくちゃ気になるじゃん。気になるな。でもめちゃくちゃ気になるよ。気になる。絶対見ちゃうけど。タイトルはいいもんな。いやいいですね。酒井のチンポに価値はないもん。絶対見ちゃうは見ちゃうけどな。スペインで大ヒットしたやつが今日本にこれ来てますからね。スペインラジオに、短歌ね、はい、57577皆さんの感じたことを31文字にまとめていただいております。ラジオネーム坂志雑子。2日目の炊飯ジャーの黄色飯、カレーかければ本場のやつかな。サフランライス、サフランライスターメリックのあれだろ、はいはい、今あんまないよね。もう定食屋の飯が黄色いって、うんうん、ないっすね。久々にこの前あの東京タワーの近くのね、はい、中華料理屋さん行ったらね、うん、あんまりちょっと客が入ってない時期だったから、ちょっと怪しいご飯出たね久々に。あ、久しくないですけどね。いない、固めのご飯。ああ、はいはい、じゃあの性能も上がってるじゃん。ああ、そうですよね。うん、ああ、だからあんまりないけど、うん、久々に、おぉ、黄色いねーとかね。まあそんなに問題ないけど。
ラジオネーム楽しい鹿。全裸にてポテチを食ってチンコ見てカビ生えたのかとよく見りゃ青のり。自由率。全裸にてポテチを食ってチンコ見て、うん、カビ生えたのかとよく見りゃ青のり。いいね、なんかこう上級者夏井先生に、うん、これは直すとこないでしょ。これあげておきましょう。あるだろ。趣味やな。鈴木は趣味ないの？趣味は。趣味ですか。いやバイク。あ、まあバイクになるのか。行ったことないね。RG とかああいうやつら。ツーリングみたいな。一回安田さん大サーカスのヒロさんの。おヒロね。おバイクツーリングのライン。グループに参加しましたけど、あまりにもヒロさん以外の他のメンバーが返信しなさすぎて、もう終わりですって。寂しい。ヒロさんがもういいですってヒロさんが抜けてもう開催になったことありますけど。ヒロも優しいからな。うん、優しいんですけど、ちょっとね。寂しいな、それな。ヒロ君はバイク乗らないんだっけ？僕でも最近だってちょっと憧れる。あ、そう。似合うけどな、体でかいから。ねえ、そうですよね。うん、なんかね、やっぱ おじさんの趣味としてね、僕、うん、もいいんじゃないのかなって思い始めちゃったんですよ。うん。いろいろ見てるんですけどね。革ジャン着てさ、最後、美容コーロに叩きつける。いや、あの、2になっちゃうんで。親指立ててになっちゃうんで。誰も信じない、I'll be back なんて。だって溶けて終わりだから。俺はそうですね。おめえはそうだよって。ちょっとでも山奥の山小屋みたいなんか山のなコース山道の途中にあるうどん屋行って食べてますみたいな、うん、美味しそう。楽しい。やっぱりおじさんがねバイク乗って楽しそうですね。うん。景色。アメリカン乗ってみたいな。いいね。うん、バイクな。怖いなでもちょっと、ね。怖いですよね。そう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 。ラジオネーム一蘭食ってまた一蘭。ピンチ来てトイレ行けずに尿漏らす、これよこれこれプロ野球開幕。そんなわけねえだろ。最高じゃないんだよ。ピンチ来てトイレ行けずに尿漏らす、これよこれこれプロ野球開幕。あつまりじゃないんだ。あつまりじゃない。これこれじゃないだろ。何言ってんの。まあ、今日開幕してから、ね、まあ一応上げとこうか。パン、カープ強いです。巨人も強い、うん、はい、ラジオネーム大水快速。おちんこについたティッシュの切れ端が歴戦くぐった男の勲章。後始末できてないだけ。あれ剥がれないやつ剥がれないですからね。剥がれないですよ。すごいなってやついるよな。接着剤か、もう爪立ててカリカリって取らないと、うん、ダメだな。でも唾つけたらこっちの負けのような気がするしな。やっぱ端を立たしてスッと唾つけちゃうとまた他の意味合いが出てきちゃうからな、うん、ああなるほど。もう一回だよ、また始まっちゃうみたいな。もう一回だよって言われるかなって思っちゃいますから。こっちとらこっちとらじゃね。こっちとらもう一回始まっちゃうかなって思っちゃうから。女性もある。わっ、ティッシュついてた、恥ずかしい、ね、あ、ありますあるよ、はい、ティッシュってなんで恥ずかしいんだろうな。まあついて当然なもんだけどな、ね、あんなもんはな、うん、ちょっとやっぱ恥ずかしいよな。恥ずかしい、ね、やっぱ処理ベタのイメージがあるんでしょうね、うん、やっぱ俺はほら肛門から出てたニラを食べてあげてさ。ね、はい、それでダサいって言われた経験があるからさ、うん、ダサいのか。だから今でも怖いよね。だから女性の股にティッシュがついてって、うん、それを食べるかどうか。食べられちゃ嫌ですね。食べられちゃ、言ってほしい、はい、言ってほしい。ティッシュついてるぞ、いや言わずに取ってほしいですね。あ、そっと、はい、いやだから俺はだから、うん、そっと食べたんだよ、うんうん、ニラを。口じゃないとね、なんか取ってんのかな。ニラは食べられるもんですけど、そのニラが歯に挟まってたんだ。そのニラ見て、うわぁダサって言われた。
いやいや、お前のケツから出てきたニラだぞって、愛だろ、優しいって言うと思ったよ。それそれ優しいって言うと思ったよ。ダサい。もうそれまあ、それをぐっと飲み込むのが男ですよ、ね。ニラを、うん、ニラを。全員得しない話ですもんね、だって。もう終わりなんですけど、今日はねラジオネーム楽しい鹿にあげとこうかな、うん、全裸にてポテチを食ってチンコ見てカビ生えたのかとよく見りゃ青のりと、うん、なかなか上級者の段階でしたね。若月グッズ差し上げときます、はい。あとはラジオネーム三角寺 FM 三重、堺のチンポに価値はないの最初に堺のチンポを見るグリーンピース落合役には横浜流星さんが起用されます。タイトルはそうだけど別に堺のなその日常をその正確にやってもあんまり面白いドラマにはならないから、ね、ちゃんと原作ありきでね。そうだよな。平子役は誰がいいかな。藤原組長かな。いや、なんで俺藤原君長なんですか。アルコ&ピース平子役の藤原芳明です。すっぽん皇帝。なんで俺だけそんなの。落合が横浜流星でなんで俺藤原組長なんですか。体考えてね、やっぱりもっといるでしょ。誰鈴木亮平さんとか。鈴木亮平さんですよ。鈴木亮平さんちょっと映画の撮影があったから、だからしょうがないけど。いや、言いすぎでしょ、だから。真ん中いるでしょ、もっと。鈴木は誰かな。鈴木は誰か。鈴木みゆき役の山田邦子でございます。クリちゃんがやるんだ。クリちゃんやるんですね。いやだね、このドラマ全然見たくないね。まあ気になって見る人はめちゃくちゃ いそうですけど、まあネットフリックスだしな、はいはい、2話ぐらいまではそうね、ラジオネームギンギンしてんじゃねえよ。堺のチンポに価値はないの須田まさきの金玉役は振り分け親方でいいですか。金玉役もいるんだな。熱いよ熱いよまさき。くそくそくそ映画なんなん振り分け親方やんなくていいんだろ別に声だけならな外見が面白いんだからあの人は声の特徴わかんないですもん。さあということでございました。お相手は有吉弘行とアルコ&ピース平子と名護の鈴木みゆきでした。また来週お会いしましょう。さよなら。